申し赤崎姿勢をよろしくお願いします。ちょっとね、声裏がっちゃいましたけど、今回なんとですね、ラーメンショップ牛久結束店ということで、ラーメンショップ初のラーショです。はいね、なぜ今回ラーメンショップに行ったのか、この時点でムムッと思う方が結構いるかもしれませんけど、ご覧ください、ね。まずこちら、牛久駅からですね、まあ、歩いたら徒歩50分ということで、車で行きましょうという、最近多いですけど、まあそうね、徒歩50分かかなくていいっすよ、多分。もはや、ね、もしかしたらということもあるんで、でこちらですね、全国で最もうまいと噂のラーメンショップなんで、非常に行ってみたかった。ね、もちろん二郎系はございませんので、可能な限り二郎っぽいものをオーダーしようという企画でございます。なるほど、ね。まあ、基本メニューはラーメン、味噌、塩、漬け、和風漬けと和風ラーメンなどございます。ね、もりもりなトッピングなどもございまして、あのですね、ネギ、チャーシュー麺に、ネギをさらに2枚買って、コテコテというものを選択しております。コテコテ、一体何でしょうか？こちらです！油量がすごいという商品でして、で、そこにさらにですね、ネギチャーシューにさらにネギ2つを乗せているんですが、うん、ちょっとね、先にニンニクとかも入れて、二郎系っぽさを出してきたんだけど、まあ、ちょっとやっぱラーショ感が強い。まあ、ラーショですからね。まあでも、本当に、ちょっとなんていうか、ラーショーをちゃんと食ってほしかったなって。あー、なるほど、まあ早速食っていきたいとこだったんですが、これちょっとね、はい、見てください。これ一体何が映ってしまったのか。茨城県牛久市某所にあるとあるラーメン屋さん、そこにも得体の知れない何かが映り込んでしまった。あ、うん、あ、いただきました。この店では大量のニンニクを次から次へと入れてしまう人が後を絶たないという。あのね、まあ、見てる人にはね、はい、関係ないんですけど、はい、朝叩き起こされてこれ見せられてる。以上です。ちょっとね、遊びが増えましたけども、ちょっと寝起きに何を見せられたの。ちょっとこれやりたかったんです。隣でヒュッと言うのしくて、豚はね、うまかったということで、豚めちゃくちゃ柔らかくてマジでうまいっていうことと、麺なんですが今回太麺に変更してるんで、ノーマルのラーショーよりも 1.5 倍ぐらい太いですよというのが主張ポイント。ここちょっと二郎系っぽいですよね、太麺にもできるみたいなところは。あ、どんどんいきますよ。ネギですけども、ネギといえばね、これラーショーのやっぱりもう武器なんで、このニギニギとしたこのネギっぽさ、ニギニめちゃくちゃうまいんですよ、これが。いや、ネギじゃなく白髪ネギじゃない。そう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 。あ、先ほどね、ちょっと出ましたね、ニンニク、これラーメンショップおなじみ。これもうね、本当にかけすぎちゃう人いるけども、僕ももうどんどんいきますから、今回粒よりも甘さがあるニンニクですよね、やっぱり。かけすぎちゃう人はあなた。私基本私の現象なのこれ。いますけど。あ、そうなんですか。まあまあそういった方もねいらっしゃるということで、わかめも入ってる。これね、美容にもいいですよというところで、3倍ネギとコテコテを思いっきり絡めていきますね。これね、背脂のこってり甘み、そしてまあネギはというとやっぱ辛いですから、これがねギャーって混ざって口の中でこういけないもん食べてるんじゃないかなぐらい。本当に感覚、これがまた美味しいということでございます。やってみてください皆さんもね。さあ、そんなところでこれスープね、はい、これ結構非乳化だったんだけども、もう油投入により真っ白になっちゃったということで、もうね、自分でね、そう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 。でも、まあ、味付け的にはマイルドなんで、結構かけていきますよ、ブラックペッパーね、まあ、スープが優しかったんで、ちょっとまあ出血大サービスしてますけども、自分でやってる。店側の女だよ。すいません、うめえと言ってますね。あのネギ油の濃さで疲れてきたら胡椒をかけてリセットしてもいいですよと。リセット、これリセットだからね。うん、そして卓上返し来ましたね。ちょっと味見しますね。これね、醤油かもしれないです、これ。なんか兵役逃れたいんですか。やってたけどね、あの体調崩す人ね、これ餃子があるんで醤油の可能性高いんですけど、たとえ醤油だとしてもこれね、私刺激物上げていくのもうまいよということでおすすめしておりますね。さあ、そして海
普通の使い方はしません。この海苔の上にまずお酢をかけてですね、海苔にこう染み込ませるんですね、はいはい、ぎゅーっと結構いきました。で一口食うのかと思いきや置く、ね、どうする。あーまたもうあほらかけすぎちゃう人ね俺だってかやっぱりここに入れてこの海苔で封印してですね、はいはい、食べていくんですね。あんまやったことなかったんで、あ、ちょっとギンギンね、ごめんなさい、喉にね空気詰まっちゃいましたけども、海苔に染み込んだスープ、お酢、そしてダイレクトニンニク、この破壊力はうまかったぜ。震えるゴチね、皆さん震えるゴチ震えるゴチ、あ、ちょっと理解が進まなかったみたいですけども、あ、ご覧ください、今回野菜量って2キロにしてますね。マシュマシュの 89.6! なるほどね。惜しい、惜しかったな。いやもうちょっとでね90超えだったんですけども、セルフでやってるから全部自分自論系じゃないですよね確かにね、うん、いやでもさすが牛久結束点、いや行った甲斐ありましたよ本当に。あ、めちゃめちゃうまかった。大仏も見たんですけど、牛久大仏ね。そう、あのいつものようにここに大仏の動画載せようかと思ったんだけど、実はあの許可が下りなかったんだけど。え、牛久大仏許可いいんだ。いや一応店員さんに話しかけたら、店員さんっていうか牛久大仏の、いやあそこね公園だけど一応入場料払って入るところだから、公園のこう施設なんだ。結構だからその施設的な許可が得られるかと思ったら確認しますの後、あのどっか行っちゃって、どっか行っちゃって出会えなかったんで、そうなんで今回牛久のちょっと映像なし、はい、はい、多いとかもいたんだけどね、遠くから撮るとかならなかったんです。遠く、あ、なんだそれアラーム、ちょっと、アラーム終わる。牛久情報も満載で満載か、やっていきましたので、ごちそうさまです。Thank you.